足利市駅は栃木県足利市南町にある東武鉄道伊勢崎線の駅である。駅番号は TI15。島式ホーム一面二線を有する高架駅。北側に改装、対比用の側線を持つ。コンコースからホーム間を連絡するエスカレーターとエレベーターが設置されている。コンコース改札内には多機能トイレが設置されている。2010年度にはホームに 駅名表、路線図、時刻表、駅構内案内などが一体型になった自立式案内表が設置された。伊勢崎線立林駅、大田駅間の途中駅では唯一の自動改札機設置駅である。2020年度の1日平均乗降人員は3150人である。1998年度は1日平均乗降人員が1万人を超えていたが、 減少傾向が著しく2008年度に7000人を下回った。その後も緩やかな減少傾向が続いている。近年の1日平均乗降人員の推移は下記の通り。駅構内には、デイリー山崎、昭屋、足利市観光交流館、足、ナビ、足利市観光案内所などがある。北口には、タクシープールを囲んで、再開発ビル、ファシアが立ち。 その向こうには渡瀬川の土手が広がっている。市中心部へは中橋を渡る必要がある。かつては北口がメインの入り口でバスターミナルや交番も北口にあったが、高架加工時完成後は南口へ移った。南口にはバスターミナルやタクシー乗り場がある。高架構えの南口は小さな木造駅舎のみの裏駅的な存在で、 北口に比べると利用者は少なかったが、現在の利用者は北口と変わらない。南口停車中の行動山駅、バス、東武鉄道と関東自動車の2社が当駅を起点に、足利市内各地をはじめ、近郊へ多くの路線バスを展開していたが、モータリゼーションの進展などから次第に赤字となり、全路線から撤退した。その後、市町村による、 廃止代替バスが運行されるようになった。その一方で、高速バスは、成田空港アクセス路線をはじめ、多くの地域へ路線が設定されている。停留所名はバス会社によって異なる。ありがとうございます。